76番。Thank you.
打ち勝ったのチャンピオンの旅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 Oh, 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 oh
するようになります。賛美はですね、今歌集を使っています。続いて20番を開いて、神、私のことに来なさい。主はそう言って私たちを招いてくださいます。神、今主をあがめ、今心を探せ、
見ても倒れても疲れても離されても離れられないあなたが一番君が誇りどこまでも続けるそのことを忘れないで歩んでいきたい。賛美の中で確認したいと思います。神の愛はいつも壊れそうな心を歌いたい。負けなかったら精一杯僕らは
79番、神様への感謝、その原動力はヨハネ3章16節にあるように、一人のイエスキリストが私たちのために死んでくださったこと、葬られたこと、3日目によみがえってください、信じる私たちを救ってくださったことです。果てしなく広い海を思う、近く弱い私の姿、愛の目に映らなくても仕方ないものなのに、何も輝きに目を向けて、消えられきた私の信じること、心に迎え入れること、イエス様を求めてこの礼拝をさらに進めていきたいと思います。しばらく皆さん、皆さんの言葉でお祈りください。お祈りしたいと思います。お父様、あなたが働いててくださるこの礼拝の中で、主はあなたが今日もここにおられます。そしてあなたが
私たちに必要なものをすべて備えてくださることを感謝しております。イエス様、足りないこと弱いの欠けだらけです。神様、私たちを愛してください。共におられるので、何の問題もありません。神様、私たちを助けてください。この1週間も神様に愛されている喜び、そして神様に支えられるその力を持って、希望を持って、信仰と愛を持って歩んでいきますように、神様、私たちをどうぞお導きくださいますように、これからお願いいたします。イエス様に感謝と賛美と期待を下げます。聖霊に出してください。一人一人が出されますように、喜びが増えるように感謝して期待します。イエスキリストの名によってお願いいたします。それでは皆さんご検出ください。一心で賛美します。天地の作り出てしまうよ、盗んではならない。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。
あなたの隣人の家を欲しがってはならない。アーメン。4番、ヤベツの祈り。はい。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って、彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言った。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、お茶割りから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。アーメン。祈ります。天のお父様、ただいま、十の言葉、モーセの実戒とともに、また、ヤベツが祈った祈りを一緒になりました。不幸を運命づけられていた、その人が神に祈ったときに、その運命が、人生が全く変えられてしまった。ここに福音があります。神様、どのような過去があっても、どういう状況の中にあっても、どんな一週間だったとしても、私たちはこの神を信じ、また神に祈るときに、私たちの人生は変えられる。そこに希望があり、また恵みが満ち溢れています。神様、どうぞこの朝も御言葉と聖霊を通して養ってくださり、私たちが確かにおられる、目に見えないけれどこの神を信じ、その御言葉にしっかりと土台を据えて生きていけますように。神様、そして私たちの一週間があなたに喜ばれ祝福される一週間でありますようにお導きください。期待します。感謝をされます。御言葉から思いを遠ざけ、一切の悪しき悪魔の力を追放します。聖霊で私たちを覆って満たしてください。イエス様の血潮で洗い清めてください。イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。一緒に礼拝捧げられることを感謝いたします。私たちの教会は、十数年このような形で続けてきて、せっかく教会が形ができてきたな、そういうような中でですね、そういう人が天に召されていく、あるいは引っ越ししていく、またあるいは来れなくなってしまう、そういう痛みや寂しさを経験してきましたけれど、先週はですね、最近のゴーデンので関わっている一人の姉妹が来られて、これから来たいと、今日は来れませんでしたし、でまた、久しぶりに八島姉妹が、来てくださって、本当に、別に目に見えるところに一喜一憂するわけではないんですけど、それは、久しぶりに、家族と再会するようなね、そんな喜びでいっぱいです。イエス様は生きておられて人を変えてくださる。昨日の私と今日の私で違うんですよね。人は同じように見ますよね。昨日元気だったけど今日元気じゃないかもしれない。昨日元気じゃないけど今日元気かもしれない。でも私たちはその自分を生きていかなきゃいけない。その自分を支えてくださるのはイエス様だ。人はですね、レッテルを貼ったり同じようにしか見てくれない。でも私たちは変わっている。主が変えてくださり、そして今日も私たちをですね、一番知っている神様が必要な御言葉、そして、必要な導きを与えてくださると信じます。早速今日のメッセージに入っていきたいと思います。イエス様がくださる第二の天地という今日は題ですね。ここのところずっとイエス様の復活について触れてきました。イエス様の復活は、何度も聖書で触れられていますけど、少なくとも10回以上、記録されています。まず最初にマグダラのマリア、罪深い、最も神から遠かったその人、しかも家族に入らない、一番最初に会ったのはマリアだった。そして2番目は女性たち、そしてそれからですね、エマオの途上の2人の弟子たち、これは12弟子じゃないんですね、70弟子の2人。でもそんなことばっかりやってたらいけないというわけではないんですけど、4番目にペテロ、そしてトマスがいない覗かれた弟子たち、そして6番目、またトマスが帰ってきたときもう一回会ってください。今日はですね、
ガリラヤ湖畔にいた7人の弟子たちに現れた、まあ、そういう出来事を通してですね、今日は第二の天使ということに触れていきたいと思います。まず聖歌174の墓の中にという歌をですね、まあ、そんな難しい歌じゃないです、一緒に賛美したいと思います。はい、墓の中にいと低く葬られたり憐らしよみよみ絶えり死と悪魔に勝ちし君こそ勝利の主なれ、君こそ誠の主なれ、褒めよう、イエスを。我らの神を。アメン。イエス様の復活を、この賛美をするために思い起こしますね。今日の聖書の箇所を早速開きます。ヨハネ21の1から6です、これを一緒に読んでいきたいと思います。説教予約の本日の聖書のところにあります。皆さんで一緒に声を合わせてこの聖句を読んでいきたいと思います。21の1から3。はい。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分の弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベタイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。イエス様がくださる第二の天気、3つのポイントで今日のこの聖書の箇所から見ていきます。第1番目、弟子たちの多く、まあ、7人ですけど、彼らはふるさとであるガリラヤに帰っていった。1節、この後イエスはテベリアの湖畔で、このテベリアっていうのはですね、ガリラヤの別名ですね。テベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された死体はこうであった。やっと弟子たちは帰ってきました、ガリラヤに。まあ、このガリラヤへ帰るというのはなぜ帰る必要があったか、イエス様はこう言ったんですね。マルコ 14-28、 私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。そこで会おう、ガリラヤへ行っている、そこで会おう。しかしですね、彼らは一向にガリラヤへ行こうとしなかった。エルサレムにとどまったんですね。で、それはですね、前回も触れましたけど、トマスの不信仰の影響があったと思いますね。見ないで信じません。見たら信じます。まあ、一人の不信仰というかね、一人の、その様というのは、多くの人に、特に否定的なことほど影響を与えるものです。だからトマスの影響もあった。トマスのせいにしてはいけない。でも、トマスの影響もあって、弟子たちはみんなエルサレムに渡りられたかった。やっと行ったんですね。まあ、それまでにもですね、いろんな体験をしているわけです。だから、心落ち着かなかった。まあ、まるでジェットコースターのようですね。上がって下がって、上がって下がって。驚くような経験をですね、弟子たちはこの数日間でしていた。まずジェットコースターは上がります。主の手術、イエス様がホサナホサナと小さなロバに乗ってきたときに、人々はああ、この方こそ王様だ、この方こそイスラエルを救ってくれる
王様なんだ、ついに来てくれた。そうやってみんなが大喜びしていた。まあ、ジェットコースターが上がったわけですね。しかしですね、ジェットコースターが下がり始めます。イスカリオテの部下が裏切ってイエス様が逮捕される。じゃあ俺らも逮捕されるんじゃないかな。ブルブル震えていました。そして弟子のリーダーペテロも3回イエス様を否認した。他の弟子たちもみんな隠れてしまった。さらにですね、イエス様は十字架にかけられてしまった。そして殺されてしまって墓に入れられてしまった。しかしですね、ここからまた上がるんですね。イエス様は復活して現れてくださった。しかしですね、これが本当かどうか、夢かどうかわからない。ガリラヤに帰っていくんですね。そしてこれから先どうしたらいいんだろうか、そんなことってありますよね。今までやってきたことがね、終わってしまった。ついてきた先生が死んでしまった。これからどうしたらいいんだろう。そんな不安の中で弟子たちはガリラヤに帰ってきた。第2番目、そこのガリラヤで新たな生活を始めます。2節、シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼブダイの子たち、他に2人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。一緒にガリラヤに帰ってきたこの弟子たちは12弟子のうちの7人でした。まあとりあえずですね、一緒に帰ってきたから今までと同じようにね、同居しよう。まあ今までもね、同居してたわけだからね、別に別居しなくても一緒に住もう。まあそうやって生活を始めたわけです。しばらくするとペテロがですね、こう言ったんですね。私は漁に行く、漁に行く。まあとりあえず漁をしようって言うんじゃないんですね。元の職業に戻ろう、そういうですね、まあ、決断だった。後ろ向きな決断であった。そうするとですね、他の6人も同調したんですね。じゃあ私たちも漁師に戻ろうか。ペテロはですね、イエス様を裏切った、否認した。ああ私はもう失敗者だ、ダメだ。在籍感があるわけですね。イエス様を裏切って、もうダメだ、イエス様に会えない、会わす顔がない。まあ、しかもですね、ペテロには奥さんや家族がいた。稼がなきゃいけない、そして養っていかなきゃいけない。まあ、しかもですね、ペテロはせっかちだったんですね。もうちょっとね、腰を据えて祈ってたらでもいいのでね、もうパーッと、もう我慢できない、俺は戻る、お前らはどうする、いや私たちも寮に戻る。まあ、ペテロのせっかちな性格が現れた決断であったと思います。そうするとですね、漁をしているとイエス様はその湖畔、テベリアの湖畔、ガリラヤ湖にもう一度来てくださった。しかし彼らは我が道を進んだ。イエス様が来てもですね、気づかない、そしてイエス様に聞かなかった。イエス様はこう生前教えたんですね。誰でも手を好きにかけてから後ろを見る者は神にふさわしくない。一度イエス様に従ったらその道を、向きを変えてはいけないんだ、従い続けなさい。しかし彼らは一度従ったのに、もう一度向きを変えて昔の生活に戻ってしまった。皆さん、それで人生のうまくいくはずないんですよね。うまくいかないっていうのが神の恵みなんです。まあ、過去に戻ってうまくいったら、ああなんか神を信じるよりね、こっちの方がいいじゃないか。しかし神は愛してるから、そんなことしない。昔へ戻ったらもっと惨めな悲惨な生活が待っていた。3節、その夜は何も取れなかった、何も取れなかったってことの中にね、うまくいかない人生を表してるんじゃないでしょうか。ガリラヤ湖の元の生活に戻る弟子たち、これが2番目でした。3番目、
そのガリラヤ湖の岸辺にイエス様が立って、イエス様は弟子たちを導いたんですね。4節から見てみます。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。すると折りただしい魚のために網を引き上げることができなかった。弟子たちは漁をしたんだけれど、先ほども言いました、何も取れなかった。何もうまくいかないとき、イエス様がスッと現れた。自然に立っておられた、まあ、しかしですね、暗かった。そして岸辺まで距離があった。イエス様が分からなかったんですね。その時イエス様は子供たちよって声をかけたんですね。あのガリラヤ湖っていうのは円形劇場のような形をしてるんですね。だから小さな声で喋ってもね、案外遠くまで聞こえるんですね。その大工のイエス様の太い声は子供たちよ、優しく響いたんじゃないかと。そしてこう言ったんですね。普段とは違う、通常はやらない方法で漁をしなさいって言ったんですね。普段はやらないです、こんなこと。それは何か、右側、船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れますよ。船の右側に網を下ろすっていうのはしないんですね。普通はこうやってね、左側に網を打つんです。右側に網を打つためにどうしたらいいか、180度向きを変えなきゃいけない。皆さん、このことを通してね、弟子たちに何かを考えさせたんじゃないか。向きを変えなさい。今まで、今戻ろうとしているその道を、向きを変えて、また最初の、あの道に再び歩み始めなさい。皆さん、そういうことをね、教えられたんじゃないか。そして180度向きを変えて右側に網を下ろした途端、なんとですね、引き上げることができないほどの量ができた。網を引き上げることができなかった。だからこの出来事を通してですね、神様は素直に、ああ神様ごめんなさい、言えるようにしてくださったんですね。せめて叱ってね、お前はダメだって言ったんじゃないんです。ああ神様悪かった、私が間違ってました、ごめんなさい、イエス様からあんなに教えられてたのに私は自分の考えで生きてしまおうとしていた、教えてくれてありがとうございます、導いてくれてありがとうございます、まあ、そのようにですね、悔い改められるように優しく導かれた。じゃあこれがイエス様の方法ですね。それでは結論を話します。まあ、今日の結論はこのレビューと第二の転機という、お話をしたいと思います。ジョン・ウェスレーという人が、まあ、第二の転機ということを説いたんですね。まあ、ジョン・ウェスレーというのは宗教改革者の一人です。マルチン・ルーテルだけが宗教改革者じゃなかったんですね。ウェスレーも宗教改革をした。まあ、信仰義務、信じるだけで救われる、しかしそれが第一の転機だとしたら、そこで終わらない。第二の転機だ。だからその第二の転機というのは危機的な経験です。その人が自分が崩壊して、もう立っていくことができない。人生が終わってしまうような危機。あるいは自分が壊れてしまうような危機。それを通して、転機を与えてください。変えてください。だからこれが第二の転機ですね。まあ、私は進学校に行ったのは高校を卒業してすぐでした。まあ、一体何のことか分からなかったの。第二の転機。もう力を入れてね、話してくれたけど、一体何だそれは。しかし、今、後になって分かったことはですね、進行を続けていくときにね、危機がやってくるんですね。ああ、もう進行を続けていくことはできない。もう自分の力では、もうダメだ、もうイエス様から離れろ、
まあ、私は何度もそういう経験してきました。しかしそういう絶望の体験のところで私はイエス様ともう一度出会って、そしてまた新たに神様ごめんなさいと悔い改めて信仰を持って立ち上がった。皆さん、それがですね、ジョン・ウェスレーが言う第二の転機なんですね。まあ思い出しますね。あの絶望のところでね、よく、まあ、イエス様がそこに来てくれなかったらね、私はもうダメだったと思うんですね。まあ、きっと皆さんにもそんな経験があるかもしれません。まあ、今はね、ジョン・ウェスレーの第二の転機の話、2番目はですね、まあ、私たちについては第3で話します。第2番目は弟子たちの第二の転機。弟子たちも第二の転機を迎えようとしていました。彼らはイエス様を信じて弟子となって永遠の命を受けて天国に入ることができました。しかしその状態の弟子たちは、誰がこの中で一番偉いかって喧嘩ばっかりしてた。自分中心だった。そしてイエス様の十字架の前でみんな逃げてしまった。そして敗北感、在籍感に苛まれながら苦しんで故郷へ帰ってきた。そしてなんとですね、もうイエス様を捨てたばかりか、元の道、職業に戻ろうとしていた。もう彼らはですね、もう壊れてたんです。イエス様との関係。そしてイエス様に従う道が完全に崩壊して、だから元へ戻ろうとしていた。そこにイエス様が現れてくださった。そしてイエス様はもう一度原点に戻らせようとしてくれた。180度向きを変えるからね、右側に網を下ろし、そこに従った途端、大量の魚が取れた。この出来事を見た弟子たちはね、何か思い出したと思うんですね。それは、イエス様を信じた時にも同じようなことがあったんです。ルカ5章をちょっと、読んでみますね。ちょっと長いんですけれど、読んでみます。群衆がイエスに押し迫るようにして、一節からですよ。神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレコ、このゲネサレコっていうのも、あれですね、ガリラヤ湖です。岸辺に立っておられたら、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろしなさい、魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働いたんですよ。何一つ取れませんでした。でも、お言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間たちに合図を出して助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに引き上げたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモンペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大漁のため、彼も一緒にいた者もみんなひどく驚いたからだ。シモンの仲間であったゼルタイの子ヤコブもヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのうち、あなたは人間を取る漁師になるのです。彼らは船を陸につけると、何もかも捨てて、イエスに従った。この初めてイエスに従った時を思い出したのに違いないと思うんですね。空っぽの船でした。そこにイエス様が乗って、イエス様が言われる通りにしたら、大漁になった。ああ、この方は救い主だ。この方についていこう。もう驚いてね、全部を捨ててした。あの時のことを思い出したに違いないと思うんですね。皆さん、イエス様はですね、奴隷のようにね、叱って、脅かして、無理やり引っ張ろうとするんじゃない。ごめんなさい、私が間違ってました。そのように言えるような状況を作ってください。皆さん、そのようにしてね、弟子たちは第二の転機が訪れたんですね。変わってしまった。天国には行けた。でも、彼はここで本当に大きく人生が変わった。
それはね、弟子たちの第二の転機です。そして最後第3番目、私たちの 第二の転機というのが、なくてはいけません。それがなかったらね、聖書を学んだ意味がありません。私たちの信仰生活も危機的な経験があるでしょう。それが第二の転機のきっかけです。もうボロボロになってね、取り乱して自分が崩壊するような危機、まだそれを経験したことがない人もいるかもしれません。でも心配いりません。いつかそれが経験する。愛せない人がいる、許せない人がいる、人生に行き詰まることがある。私たちはクリスチャンなんだから愛せなきゃいけない、分かっていても愛せない。分かるのは何か、私には愛がないんだってことが分かるだけです。まず愛がないって分かったときは第二の転機なんです。それが本当の自分だったんです。だからイエス様助けてくださいって言えるんですね。愛せると思ってるうちはね、結構自分はいい人でね、イエス様に頼らなくて生きてしまう。でも自分の弱さ、愛がないことを知ったとき、イエス様が私たちを助けてください、助けてくださいって言える。自分で愛することをもうしない、私のうちにおられる聖霊の愛によって愛することを始めていく。皆さん、そういう転機をですね、私たちも迎えたいものです。あるいは古い習慣がありますね、いろいろな嗜好品がやめられない、酒タバコ、万引き、してる乗車、盗み、不正、性的な罪、悪習慣、こういうことでね、ボロボロになってしまう場合があります。行くところまで行ってね、もうダメです、助けてください。ジョン・ニュートンなんかそうですね、もう死にかけたんです、嵐で。その追い込まれた時に神様助けてください。その経験で彼は変わった。私たちもですね、そのような第二の転機があって人生変わるなら、でさ、それが祝福なんですね。苦しい、ボロボロになることが祝福なんです。そこでもう一度イエス様に立ち返れるからです。でさ、聖書は、私たちはクリスチャンになって神に従ったら人生がうまくいくバラ色になるなんてことは教えてません。むしろ神が教えてくれるのは、試練に遭うよ、人々から憎まれる、迫害される、あるいは殺される、案外そういうことは聞き流してるんですね。聞き流してね、イエス様を信じたら良いことが起こるとだけ、うまくいくとだけ思ってる。そう思ってたのにね、もう晴天の霹靂ですね。なんで私に限ってこんなことが、何が悪かったんだろう、自分の荒探しをする、自己憐憫する、そして信仰を捨ててしまいたくなる。皆さん、信仰を捨ててしまったらもったいないことです。そのような経験をさせて、もう一度神に立ち返り、神に頼れるように神はしてくださって、もったいないです。それは試練、それを神に近づく機会となるように私たちはしてさせていただきたいと思います。そしてこれから第二の転機は何度も来ます。驚かないでください。ああ来たな。しかし皆さん、それを驚いて落ち込んで自分を責めるんじゃない、これが神様、私を祝福してくれようとしてるんだ、祝福に導いてくれるんだ、だって皆さんをですね、愛していてくださるから、皆さんを良い方向に導きたいから、試練や苦しみを通して第二の元気を与えてください。皆さん、今日もう一度、今があなたにとって苦しい時期であるなら、神様助けてください。だから十字架と復活が何度も私たちにあります。イエス様は一度だけです。死んで復活する、私たちも死んでまた復活する。だからこれがクリスチャンですね。うまく生きっぱなしじゃないんですね。死んで復活する。皆さん、そういう第二の転機がある。そして皆さん、そういう転機を持ってる人は強いんですね。それを
私たちは竹のあの節がいくつもあるように、そういうことを繰り返し繰り返ししながら信仰が強められ、そして本当に強い信仰、そして出られた愛の人格を持った人、イエス様に似たものへと私たちを変えていただきたいと思います。イエス様がくださる第二の天気を今日私たちは経験するものでありたいと思います。イエス様を愛する人、イエス様に従いたいと思う人はアメンと言ってください。アメン。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。あなたが今日も私たちを導いてください。もう一度古い生き方に戻ろうとしたあの弟子たちを立ち返らせてくださったように、神様どうぞ私たちも古い生き方に生きてしまいがちです。決断したのにまた元の生き方に、神様そのような中でまたもう一度神様ごめんなさいという悔い改める機会、今日この日曜日の朝の礼拝与えてくださりありがとうございます。もう一度立ち返ります。神様、兄弟姉妹が今祈っています。その祈りにあなたが応えてください。あなたが天気を与えてくださって、その天気を通してさらに祝福された人生、もう戻らない人生、そして神だけを見上げ神が喜んでくださることを、人を見ていた私たちが神に喜んでもらいたい、そういう人生へと変わっていくことができる。人の目を見、人の顔色を気にすると罠に陥る。しかし死を恐れるなら安全である。今日私たちは死を恐れ、人の顔色を見たり、人の、ご機嫌取りをするではなくて、人を愛し、私たちは恐れるべきは神であって、その神によって神を神として、そして人を愛し、また神と共にイエス様が導かれた道を生きていくことができるように、その伝道に生きていくことができますように、ますます神に近づき、神に見せられたものとして歩みますように、イエス様この国を超えてください。天の陛下が交代し、新たに神様、令和の天皇が誕生し、神様この皇室の中に主の救いと導きが豊かにありますようにお願いいたします。安倍総理大臣、菅官房長官、神様、さまざまな政治的なこれを取っている方々のうちに、経済で神様大きな働きをしている方々のうちに、教育者、国を守る警察官、自衛官、神様あらゆる神様、この国で働いている人たち、力になっている人たち、神様助けてください、覚えてください。また弱さを持っている方々、全ての人たちに臨んでください。外国の人たち覚えてください。引きこもって鬱になっている人たち、弱さを持っている人たち、特にあなたを覚えてくださいませ。日本の諸教会、8500の教会、神様プロテスタント、カトリック、聖公会、東方教会、神様主をどうぞ覚えてください。クリスチャンたちを覚えてください。あなたの助けの豊かに今週もありますように、あなたが助けてくださることを切にお願いいたします。弱い私たちを助けてください。堕落したとしても、もう一度神様、あの弟子たちが戻ったように私たちを立ち返らせてくださいますよ。兄弟姉妹を今そのように導いてください。愛しておられる主に感謝をされます。愛してくださっていることを感謝します。心から感謝し、一人一人を許してくださって導いてくださる神様に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは皆さん、どうぞ立ち上がって皆さん献金を捧げていきたいと思います。60番の大スワイ、立ち上がって一緒に、歌を歌いながら献金の時を持っていきたいと思います。65番歌いつつあります。主にすがる
曜日ごとに
神を礼拝するためにパンを割いて、イエス様の体、そしてブドウジュース、イエス様の血を思い起こしました。今日も私のために死んでくださった方が、私は愛されて、このままの姿で許されて大丈夫だ。このお方に頼っていこう。そのような思いを今日この聖餐の中で新たに確認したいと思います。祈ります。恵み深い天の父なる神様、御子イエスキリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の大苦しみを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に生きるものとさせてください。主キリストイエスの名で感謝してお祈りをされます。アメン。しばらく種入れるパンを使ってたんですけど、またパンに戻ってしまいました。私たちの主イエスは十字架にかけられる前夜、パンを取り感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい。これは私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。イエス様が行われたその種入れのパン、なぜ種が入らない、それは罪を象徴するからですね。まあ、でも、これは大丈夫です。イエス様を持って感謝を持って、私のために死んでくださった方に目を向けていただいていきたいと思います。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝をされて後言われました。この杯から飲みなさい。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を思いなさい。契約として私たちは救われ、そしてイエス様は私たちを愛し永遠の救いをくださっていることを感謝したいと思います。一緒にいただいていきましょう。もう一度お祈りをしたいと思います。心を合わせてください。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たち確かに持ちました。今喜びを持ってこの体を清いに来た備え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより、喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますよ。主が再び来られるその日まで御前に会ませてください。主キリストイエス様の名で感謝してお祈りいたします。アメン。あなたは
います。どうぞ問題のある方も面倒を受けてください。また痛み病気のある方はその場所に行っておいてください。神様は癒し主、今日私たちを助けてください。私たちに必要な解放と癒しと満たしを神様に期待して信じて祈りたいと思います。祈ります。天のお父様、ありがとうございます。あなたの一人もイエス様を感謝いたします。神はその一人をくださったことに、この世を愛してくださった。それは以降を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この永遠の命を与える、それは未来に天国へ行けるというだけではなくて、そこにつながっている今この毎日の生活、この瞬間にもあなたのその癒しの力、またあなたの満たし、またあなたの解放、慰め、助けがあります。イエス様の十字架を通して今一人一人を助けてください。一人一人が神様に頼りきれない、信仰を持てないとしたら、その信仰の根を追い出してください。不従順がありますから、それを追い出してください。イエス様を愛する、イエス様だけを見上げることができるように、神様その信仰を与えください。聖霊で満たしてください。そして神様、あなたに頼りきることができるように聖霊であふれさせてください。イエス様、聖霊で溢れさせてください。聖霊で溢れさせてください。お願いいたします。今日私たちはあなたのしもべです。あなたがくださる良いもので私たちを満たしてください。主よ、あなたの恵みの中で溢れさせてください。あなたの恵みの中で溢れさせてください。祝福してください。聖霊で溢れさせてください。聖霊で溢れさせてください。聖霊で溢れさせてくださいますように、主よ、お願いいたします。おー、主イエス様、ありがとうございます。あなたの恵みで溢れさせてください。あなたの恵みで溢れさせてくださいますよ。主よ、私たちはあなたの恵みがなければ進んでいくことができません。あなたの力が必要です。イエス様、溢れさせてください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 。主よ、お願いいたします。主よ、私たちの救い主であるイエス様、私たちのすべてであるイエス様、私たちを許してくださったイエス様、あのペテロを許してください。ペテロは裏切って合わせる顔がないのに、あなたはただ許してくださいました。同じように私たちも失敗を許し、過去を許し、慰め、また未来に進んでいけるように私たちを助けてくださる神様にこれからも従っていきます。私たちをお助けください。心から私たちの主を愛しお慕いいたします。感謝し、イエス・キリストの名によってお祈りをされます。アメン。アメン。誰よりも皆さん、誰よりも
拍手を送りましょう。英語をお願いします。アメン。